も高井です。カエルの楽園について話したいんですけど、この日本という国のお年寄りたちは変わること、自分自身が変わることもそうだけど、国が変わることも極端に怖い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 と言って恐れています。憲法の話がね、カエルの楽園によく出てくるわけですけど、じゃあ憲法が悪ければ憲法変えればいいじゃないかってあなた自身も思いますよね。まあ、だけどですよ、憲法が変わる、つまり自分自身の国、お国が変わってしまうことですら怖いがゆえに、たとえ国会議員3分の2の、ね、可決を取って、つまり賛成を取って、国民側にこの憲法の、ね、改正でどうかなっていう話を出したとします。まあ大半はね、まあ、変更報道されてくるでしょう。でその変更報道された憲法の内容を聞いて、あなたはまあいやそれでいいのかなって思ったりして、いやダメ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 改正ダメって言って反対するのが大半でしょうね。結果的に憲法変わらずに、まあ、戦後70年の歴史がみたいな話ですけど、全く何一つ変わってないって思ってたんです。経済対策は特にボロボロですからね。だからこそ変化するよりもズブ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 下がっていくことを望んでいるこの国にとっては、この本はまさに予言の書と言われているわけなので、一度読んでみてくださいね。それでは。